こんにちは。ディナー&ディム、アメリカ暮らしです。本日は、レッドロックキャニオンへ、ネバダ州ラスベガス、という話です。ラスベガスから車で30分のところにあるレッドロックキャニオンをご紹介します。このレッドロックキャニオンですが、我々はね、2回目になります。前回はね、多分5年前ぐらいに来たんじゃないかと思うんですがね、ちょっと記憶は定かでありませんが、ここは2回目ということで、今レッドロックキャニオンのキーステーションというところに向かっています。ラスベガスの市街地から本当に30分ということで、高層のホテルに泊まってマウンテンビューの方々は、山の方にね、赤い岩が見える、そんな場所が見えると思うんですね。そこがレッドロックキャニオンになります。非常にね、ラスベガスの中心地から近いところなので、多くの方々がね、こちらの方に、観光に来ていると思います。このフィーステーションでは入場料、これ払わなくちゃいけないんですけれども、この入場料はですね、私の場合はライフタイムパスっていうのを持っていますので、どうやらこれで支払いが可能、支払いというかフリーパスになるということのようですね。そうでない方はね、このステーションでお金を払うわけですけど、通常の車であれば20ドルぐらいだと思います。そしてね、ホームページ見ますと、ここの混み合う時期は予約をした方がいいって書いてあるんですよね。ただね、今回は平日だったのでそれはなかったようですね。そんなわけで、難なくとここを通過しまして、最初のポイントというのが、カリコヒルズというところですね。で、ここはですね、スイニックドライブというのがあって、13マイルほどの、ぐるっと一方通行の道があって、その中でいろいろ見るところがあるという、そんなようなね、ところであります。赤いね、岩がもうご覧いただけてると思うんですが、これがね、ラスベガスのホテルから見ますと結構ね、くっきりよく見えます。そして、ね、駐車場と到着しました。ここがね、カリコヒルっていうところですね。ここはね、一番最初に入って、見ることができる、そのポイントということなんですけれどもね。いや、ご覧の通りね、いろんな地層があってすごいですよね。あまり私、地層のことは詳しくないですけれども、どうやらね、4億年前ぐらいからここができたみたいで、前にもこの辺の地域っていうのはもともと海底にあった地域が隆起したということのようですね。ですのでね、この赤いのはおそらく鉄分ですよね。そして白いのは、これは砂岩、石灰石とかそんなもんですよね。そういったもんがね、固められて層になってできた、そんなね、場所であるということで、言ってみればね、ちょっと神秘的なところではないかと思います。そこへね、原住民の方々いろいろ住まわれて、それから、アメリカ大陸に、移住してきたヨーロッパの方々ですよね。そんな方々が、こちらに来て、現在のような、アメリカ合衆国といったような形になったんではないかというふうに思っております。本当に素晴らしい場所、こんな近くにある、なかなかね、いい場所だと
私は思います。でレッドロックキャニオンは、そうですね、朝8時から17時までということで一応要予約というふうにはなっているんですけどね、なかなかね人気があるところではないかと思いますけれども、まあ、今回はね冬だったので、まあそれほど人はいないかったんではないかというふうに思いますね。でこちらに来る、まあ、観光客、まあ車で我々のように来て、まあ、ここをぐるぐるっと回って見て帰るという人と、それから、この場所からですね、トレッキングのコースがありますので、まあ、トレイルへ行くという、まあ、そんな人もいらっしゃるかと思いますね。でそれからあと、まあ、この後ご紹介するホワイトロックというところではね、バスで子どもたちがね、これ何て言うのかな、来てましたね、40-50人ちょっと来ていたんじゃないかと思いますが、まあ、そんなようなね場所になっております。まあいろいろね色とりどりで素晴らしいですよね。まあねもうちょっと私もね地層のことを詳しくであればなんかお話はできるんですけれども、まあ、できればねブラタモリのタモリさんから来てもらってやっていただけるとありがたいかなと思います。さてねここねサンドストカオリオバールクというところです。でこちらねそのトレッキングのスタート地点になってまして、まあ、ここに車を止めて、まあ、1時間2時間トレッキングをするという方々が多いようですね。そして、ね、次に来たのが、このハイポイントオーバールックというところですね。ここはね、結構一望できる、まあ、ちょうどいい場所じゃないかなというふうに思います。でこの先ですよね、ずっと先にねラスベガスの中心地が見えるんですが、今ねちょっと山と角度でね実際は見えていないという、まあ、そんなような感じではありますけれどもね、逆にそういうのが見えない方がいいのかなというふうに思いますけれども、非常にね、いい景色が見られるところで、まあ、多くの方々がここ車を止めてね、見ていらっしゃるという、まあね、そんなような場所であります。そして、ね、次に行ったのがアッパーホワイトロックというところですね、まあ、ここのパーキングロッド今ねこちらに向かっています。ここもトレッキングをするスタート地点ということで、まあ、かなりの方々がここから、まあ、トレイルの方へ入っていくということですね。まあ、今回はねそういった装備も持ってきていませんので、我々は、ここからまたね1時間2時間トレッキングするということはしませんけれども、まあこのねスタート地点に来て、こういった景色をね見るだけでも本当素晴らしいですよね。まあそういったねレッドロックキャニオンなんですけれども、ここはねBLM という、ビューロー・オブ・ランド・マネジメントという、まあ、国の団体が、まあ、管理している土地であって、そこへですねちょっとここから離れた場所に、キャンプサイトがあります。まあ、こちらもねオンラインで予約するキャンプサイトではあるんですけれども、まあ、そこへね、まあ、泊まって、まあ、こういったところにね朝から来てトレッキングをするっていうのはね非常にいいんじゃないかなというふうに思いますね。ツアーの方々もいらっしゃっていましたね。確かねピンク色のジープにね乗って、多くの方々が、多分、ラスベガスの中心からね来たんじゃないかと思います。そんなこんなの
レッドロックキャニオン、ネバダ州ラスベガスでした。ご視聴ありがとうございました。それではまた。ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。